山梨県は先ほど会見し、0歳の女の子の感染を発表しました。0歳の女の子は昨日、心肺停止の状態で病院に運ばれました。肺炎の症状が見られたため検査したところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。女の子は現在 ICU での治療が続いています。